森ゆうこ君私もまず最初に、本日の農業新聞の一面に掲載された、日米 FTA の問題について質問をさせていただきたいと思います。まあ、先ほどいろいろ質問がありましたけれども、あの国際乳製品協会、IDFA は、 この国家貿易の仕組み、えー、農畜産業振興機,会振興機構で、えー、生乳等を扱っあの乳製品の輸入について、ここで扱うということについて、えー、等について、まあ、非常に複雑であって、えー、このやり方をやめるべきであるということまで要望しているというふうにあの報じられております。まあ、先ほど来 大臣はですね、まあ、しっかりやっていくという、まあ、意気込みは示されましたけれども、まあ、でもこの間、見ておりますと、いわゆる米国からの年次改革要望書に沿って、まあ、ほぼこの国会で,です、ね、あのまあ規制緩和、えー、市場開放、我が国の富を海外に持っていかせる、すべての仕組みがもうほぼ整ったのではないかと。 思われるさまざまな法案があの、ろくな審議もないまま、強硬に押し進められましたので、この本日報じられました IDFA の要望についても、これは相当、米国は、えー、交渉の中で厳しく要求してくるのではないかというふうに思われます。えー、大臣あの、もう少しあのしっかりとした答弁をいただきたい、えー、この、まあ、複雑だと言われようが、なんと言われようがですね、 この仕組みを変えるつもりは、農水省としてはないのだというような、明確なご答弁をいただきたいと思いますが、いかがですか吉川大臣あの。私どもといたしましては、ですね、えー、この日米交渉にあたりましては、もう何度もあの申し上げておりまするけれども、 交渉はこの政府一体となって取り組むこととなりますけれども、農林水産省といたしましては、ですね将来にわたってあの我が国の農林水産省の再生産が確保されるように、最大限の,あのこの努力をしていかなければならないと、この存じております森友子君。あのまあ、私、特に EU、対 EU の貿易に関して、非常に大きな懸念を持っております。 ま先ほども質問出ましたが、まあ、豚肉の例を取ってますと、まあ、先般の委員会でもご指摘申し上げましたけれども、EU の食品安全基準、食品安全管理、この食品安全政策というのは、まあ、世界一厳しいというふうに言われておりまして、えー、米国等からですね、これは形を変えた保護主義であるというような批判も出ている、えー、でも当然のことだと思うんですよ。でえー、今先ほど、えー どのレベルにあるのか、あまあ豚肉についてですねという話がありましたけれども、何と何を後具体的にクリアすれば、あの日本からの輸出が可能になるんですか。EU です。池田消費安全局長、お答えいたします。あの EU に輸出をいたしますためには。 まず EU 向けに畜産物を輸出できる国のリストに日本が掲載されることが必要でありますその後、ハサップなど EU の求める衛生管理基準に対応した施設が登録されると、まあ、このことにより、まあ、当該施設からの輸出が可能となるということになりますあのこの一連のステップですがまずあの EU が求めるいろいろな質問票に回答をいたします まあこれは法令だとか、組織だとか、動物の病気の発生状況等々に回答する、これは終わっております、さらに残留物質のモニタリング計画の承認、あるいは EU による現地調査の実施と、こういったことを経て、今、これが終わっておりまして、e、EU 加盟国間での協議、これを今、待っている段階にございます。森ゆうこ君、まあこの間も指摘しましまたがあの ステータス評価、まあ、現地調査、非常に厳しいんですよ、えー、だからあの簡単にこの日を EPA で、あのまあ、輸入も、EU からの輸入も増えるけれども、攻める農業、かえー、儲かる農業で、なんかあの、EU 諸国に対してですね、日本の農産品、ものすごく劇的に増えるというような幻想を、まあ、もちろん希望はいいんですよ、希望は。 夢を与えていただくのは、非常に厳しいということをぜひあの認識をしていただきたい、そしてそれに対する対応をぜひお願いをしたいと思います。で、えー、で何を言うと思ったんだっけど、そうだあ、それでですね、あのえーまあ、この間も少し申し上げたんですけれどもあの、農業所得における直接支払いの割合、あるいは、 まあ、農業所得における、えー、補助金、政府からの補助金の割合と言ってもいいでしょうか、で先般大臣からは、まあ、日本の場合は、えー、直接支払、農業所得における直接支払いの額は45、対する EU は60というご答弁があったところでございます。でまあ、今回の EU の主要国の中であります、フランスう に関していいますと、まあ、特に今回、皆さんが心配されているこの酪農ですよね、酪農関係で言いますと、えー、日本が、これはあの、えー、鈴木信弘先生の,あの記事でございますけれども、酪農に関していいますと、えー、日本は31.3。 品目別のの農業所得に占める補助金比率の日仏比較え日本は31.3に対して、フランスは、まあ、いかつての92.3よりは若干低くなりましたけれども、76.4なんですね、76.4。で、私も、えー、この間もエピソード申し上げましたけれども、あのかつて、えー、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、4カ国、 全国農業会議所の主催、主幹、構造改善事業の予算を使っていった、ヨーロッパ農業事情調査団という、女性だけで行ったんですけど、そこでお邪魔をしたところでは、やはり100%、国によって違いますから100、100%以上補助金であると、多面的機能、支払い、さまざまなものを含めて、だからこそやっていける。 ということを農家の方たちから直接伺ったところでございます。この間、いろいろ政策は変わりましたけれども、少なくとも農業をしっかり保護していく、そうしなければ農業は維持できない、それからあの食料自給率100%以上を達成できない、基本的に私は EU 諸国はそういう政策を取ってきているというふうに思います。 あの今回、まあ、TPP11 の発行そして、えー、日曜 EPA の発行これでさらには今年起きた、えー、さまざまな災害、また今後も起きるであろう災害、えー、特に北海道の場合は、酪、え、農、ーまあ、家の皆さんは、えー、ブラックアウトによって大変な被害を受けた。だから今までと違う 姿勢で、違う政策でもっと大丈夫だよと、安心して酪農を続けてください、農業を続けてください、まあ、そういう、えー、強いメッセージ、あるいは大きなある意味では、市場を開放するわけですから、国境措置なくしてあの、ずいぶん低くなってくるわけですから、そういう意味では、もっともっと、えー、これまでの中途半端な 所得保障、直接支払い、補助金ではなくて、大丈夫ですよということで、その、えー、政策転換について、まあ、今こそしっかりと検討し、そういう方向性を出さないとですね、ただでさえ、いろんなあの環境の変化があって、えー、営農を続ける、酪農を続ける、そういうのが厳しい状況の中で、ますます、 食料自給率、あるいは地域を守っていく、そういうところに影響が出てくるわけですから、ぜひ、えー、この際、大きな政策転換、今度こそ、えー、規制改革推進会議とか、国家戦略特区ワーキンググループとかで話し合って決めないで、農水省でしっかり議論をして、こういう状況の中で本当に安心して農業を続けられる そういう政策をぜひ来年の通常国会までに、農水省の中で検討していただきたいというふうに思うんですけれども、大臣、いかがですか吉川大臣あの安心してです、ね、農業、林業、水産業を営むためのさまざまな政策、政策というのは、常に必要であろうかと考えておりますので、 農林水産省といたしましても、多くの皆さんからご意見を頂い,いて、えー、しっかりとした政策を打ち立てていきたいと思います森友子君。いすみませんけれども、それ、質問し、今の、今の質問をしなくても、今、当たり前の農水省として、別に質問しなくても当たり前の話を今、大臣おっしゃっただけであってね。 何の意味もないというかもうあ、大変失礼なんですけど、そうじゃないでしょう、だって TPP11、日米 FTA ですよ、ごまかそうが、日米 FTA で厳しい要求が出されている、おそらくこれに、まあ、完全に打ち勝つということは、なかなか難しいでしょう、そして、えー、日 EU ・ EPA、相次ぐ大災害。 もう不安で皆さん、不安でしょうがないんですよ、しかも、農協改革と言いながら、まあ、現場の人たちからは、えー、農協解体と言われるような法律を通し、主要農作物種子法も廃止され、もう農業をやめろと言わんばかりの政策のオンパレードでね、本当に不安に思っている、そうじゃないと、ここまで、えー、自由化するわけですから。 日本の農業を守る、これ以上え、食料自給率低くさせない、いや、もっと食料自給率100%にまで高めていくんだ、そういうように、え皆さんが農業者が安心できるあ、それならと安心できる政策、今までの補助金のあり方も含めて、もう一回見直して、まあ、しっかりと直接、農業者に届く、 そういうい直接支払い、割合を高くするとか、補助金の農業所得における比率を高めるでありますとか、今回のこの大波といったらいいのかしら、荒波に皆さんから耐えてもらえる、しっかりとこれからも生産をやっていっていただける、そういう政策に、 大転換するということをぜひご検討いただきたいと思うんですけれども、もう少し身のある答弁、お願いできませんか吉川大臣 <laughs> あの。私たちは、えー、通商交渉、さまざまなことはもちろんあります、さらにあの今、ご指摘もいただきましたように、 震災関係、あるいは災害等々で大変ご苦労をおかけをしている、ご苦労なさっている部分というものもあります。ですが、さまざまなです、ね、政策、政策を展開をしながら、しっかりと農業におきましても再生産が可能のような、そういった政策というものをまた新年度からもしっかり打ち出していきたいと考えます。森子君 それでですね、あのまあ、日 EU 間の農林水産物の貿易について、さ先ほど徳永恵理先生が資料を配られました、あまあ、この資料ではあの、日本からの輸出1とすると、えー、EU から入ってくる、EU からの輸入額は26になっておりますけどこの間の、えー、私の質問に対する答弁では、まあ、昨年は1対29、つまり EU から 日本に、えー、輸入されるものは、まあ、約30倍あるというご答弁があったと思うんですけれども、あのまあ、急にやっぱり増えてるわけですけれども、その要因というのはどう,どういったものと分析されてますか。どうですか速記を止めてください 吉川大臣あの大変申し訳ございません、時間を要しております。あの29対1ということは、もう前にもお答えをしたとおりでございますので、なぜそうなってきたかということを、後ほどまたお答えさせていただきたいと思いますが、よろしいございますでしょうか森裕子君。すみません、あのえー、徳永えり先生の,あの資料は2016年なんですよ。 ね、で、2017年の数字なんですよね、1対29っていうのは、このわずかな期間にこんなに伸びてる、えー、日 OEPA 発行するんでしょう、うなぜこれだけ急激に増えたのか、それどういう理由なのか、本当に日本の農業に影響ないのかどうか。 まあ細かく私、通告はしておりませんでしたけれども、これ、今日畜産物価格の話ですよ。すぐ答えられないんだ、おかしくないですか答えられない方がおかしいですよ。それで本当に影響試算してるとよく言えますね。まあ、とにかく、えー、きちんとです、ね、あの調べていただいて、えー、ご回答をいただきたいと思いますし。 まあ今のやり取り、見ていただいてもあで、できてるんですか、できてるんですね、分析はできてるんですね、こんなに急に増えた、その分析ができてないと、日 EU、EPA 発行した途端にも、もっと一気に向こうからのえ先生方、心配してらっしゃったように、対日輸出。 が一挙に増えて、まあ非常に特に酪農の影響大きいと私はそうも思います。まあそのことを申し上げまして、あのあ私二分二分までねありがとうございます。それで <laughs> もうとにかくねこれ農, <laughs> 農林水産委員会でまあ審議してもね法定化されたこの間の。 漁業法ですけれども、推薦心で議論がないし、議題にも入ってない農業あの漁業法の改正が、だからね、全然関係ない国家戦略特区や規制改革会議で議論をして、そしてその議事録を出す、出さないであれだけ揉めて、きょう、ご参考までに私の,その、えー、先週の木曜日の,あの揉めたあの、えー、ところをですね、未抵抗ですけれども、 資料とししてて提出をさせていたただきましたあの私も、えーまあ、委員長は違うとおっしゃるんですけど、あの私は自分自身の質問権は侵害された、これ、議事録にはそうとしか書いてないでしょ。えー、ということであの、このようなことがないように、そして議事録はしっかり出していただく、で影響がないという無責任な試算ではなく、えー、今のような質問にもすぐ答えられるように、 しっかりと検討していただくように、えー。お願いを申し上げまして、私の質問を終わります。本件に対する質疑は。この程度にとどめます。田辺君から発言を求めておられます。おりますので、これを許します。田辺正代君。 私は自由民主党国民の声、公明党立憲民主党民友会、国民民主党新緑風会、